はい、どうもこんにちは、メグです。本日の動画は片付け動画です。ぜひ最後までご視聴ください。それでは早速スタート。はい、今日は2階にあるこのクローゼットの中の収納見直しをしていきたいと思います。まず中に入っているものを一旦全て取り出します。面倒なので全て出すことでもう絶対にやらないといけないという状態を作っています。あと全て取り出すことで棚とかね、綺麗に拭けるかなと思うので、もうこの機会に全部綺麗にしたいと思います。はい、今全てのものを全部出しました。ここに入っているものは確定申告の書類や子供の思い出の品などです。無印の引き出しの中は物が入ってなくてあまり活用できていないです。軽く全体的にクローゼットの中を拭きます。こちらの大きなボックスは IKEA で購入したボックスです。中に結構重いものを入れてしまってるんですけれども、この収納ボックス自体はとても軽くて、使わない時は折りたためるのでとても便利です。上段に置いても使いやすいように持ち手もついています。このクリップ付きのラベルホルダーはセリアで購入したものです。挟んで使ってます。この書類を入れているファイルボックスはニトリのファイルボックスです。ここについているラベルは楽天のモノトーンさんのラベルです。何年と書いて年ごとの確定申告の書類を保管しています。ちょっと結構ねごちゃごちゃになっていたりとか年がずれてきているので直したいと思います。こちらは無印の引き出しケースです。ここにもネームプレート、楽天モノトーンさんのものを貼り付けて使っています。このファイルも楽天のモノトーンさんで購入したものになります。全部同じものですね。ラベルはもともとついていました。水に濡れても拭いたりとか汚れても拭いて取ることができます。ただね、この上に写真を置いておいたらちょっと色がね映っちゃって、これが取れないのが残念です。こんな感じで中にリフィルを入れて子どもの写真を保管しています。今は保育園とか学校で購入する写真ぐらいしか写真としては残していなくて、ほとんどがデータとして残しています。ここに置いているのが子どもの作品を収納している作品ファイルです。今ね2種類のものを使っています。こっちは紙、段ボールでできた収納ケースになっていて、楽天で購入しました。大きめのポスターが2つ折りで入るような大きさになっています。こっちは紙じゃなくてこうツルツルとした素材でできた作品ファイルになっています。やっぱり紙じゃなくてこういった素材の方が長く使えるし、虫とかも来づらいかなと思って、こっちに今ね少しずつ買い替えていってます。これは楽天でも売ってますし、コストコでも売っています。私はねコストコで買いました。開けるとこんな感じでこう挟めるようになっていて、ちょっとしたカードだったりとかポスターとかを挟めるようになっています。結構たくさんねこう入れるところがあります。こういう思い出の画用紙っていうのかな、作ってくれたものとかも入ってます。反対側はこんな感じで誕生日に保育園で作ってもらったカードとか、あとこういったね王冠とか、これは産婦人科でいただいたこのお腹の中にいる時のエコーの様子が入ったメモリースティック。これはへその王ですね。次男のへその王が入ってます。でね、長女のへその王はケースがなかったのでちょっとね雑に置いていたらねなくなってしまいました。あと抜けた歯って皆さんどうしてますか？結構なんかね取っておく方が多いみたいで、私も長女の時取ってたんですけど、適当にね置いてたらなくなっちゃったというか、誤って多分捨てちゃったんですよね、ティッシュとかにくるんでいて。一般的には6歳から12歳ぐらいで歯が抜け替わるようなので、まさにね下の子たちがそのタイミングなので、ちょっと今回は新しいアイテムを使って大切に保管していきたいと思います。これは本型のメモリアルケースです。メモリアルケースには乳歯ケース、へその緒ケース、ファーストヘアケースなどがあります。これは全てを収納できるケースになっているんです。た
くさんのお母さんやお子様がいるデザイナーさんに監修されていて、たくさんの工夫やこだわりが詰まっている商品です。デザインがとっても可愛いです。発色が綺麗で手触りがとてもいいです。ここには写真が貼れるようになっています。この部分に刃を入れる感じですね。透明カバーがあるのでなくす心配もなさそうです。保管しやすいように前歯と奥歯の深さが違います。記録が残せるようにこのような手帳もついていました。誕生日の思い出や入試が受けた日、大切な思い出を書き留めておくことができます。入試が抜けた日に子供が自分で貼れるシールもついていました。大きめなので子供でも貼りやすそうです。子供たちが帰ってきたらこれで一緒にね、名前書いたりとかしたいと思います。ちょっと中身をね、見直しながら戻していきます。これは無印で購入したケースで、12個のね、インデックスがついていて、小学1年生から高校3年生までの、ラベルをつけてここに入れています。で、成績表をね、管理しています。一つ一つケースやボックスの中を見直していきます。結構ね、ラベルが違うものがあったりしていたので、ラベルも作り直していきます。使っているのはピータッチキューブです。デザインが可愛くてとても気に入っています。こういったテープライター一つあるとね、とっても便利です。物を購入した時についてくるケースとか、あと袋とかは基本的に捨てるようにしてるんですけれども、一部残してあります。少し見直しをしておきました。引き出しの中もいらないものがないかチェックしていきます。リビングに移動できるものは移動しておきます。はい、ということで今収納の見直しが完了しました。で、ここは作品ファイル、ラベルも付け替えました。見直したので現在上の段は何も入ってない状態です。下の段はちょっとケースがね、ないので、無印の仕切りケースを買ってまた後日整えたいと思います。このメモリアルケースはマグネットでバチッと締めれるので立てていても安心です。すごいいいです。で、引き出し小スペースに収納できるのもいいですね。そろそろ子供たちが帰ってきます。はい、じゃあプレゼントね、座ってください。じゃあ何、コトくんはこっち。え、はい、ちーくんはこっちです。うかって、開ける方はね、こうだよ。ちょっと待ってよ。あ、ちょっと、そう、マグネットになってるんだよ、ここが。これね、見て、ここにね、ちーくんとかことくんの抜けた赤ちゃんの歯を入れるの、コレクションみたいに。で、ここはへその緒を入れるんだよ。え、へその緒を入れる。ん、これはちーくんのへその緒です。開けてください、ケース。え、うん、あ、ダメダメ、大事だ、ほら、大事なやつだよ。何これ、その、これはね、大事なんだよ。ママとちーくんをつなげてたやつ。じゃあこれ読みますよ。ほら、カードついてたからさ、これ。いい？なんで？赤ちゃんの誕生は周りの人を笑顔にして幸せを運びます。コトくんやちーくんが生まれた時、家族は大きな喜びに包まれたことでしょう。こんな感じで読み聞かせや手帳にいろいろ記載したりして親子で楽しみました。一緒にね、こうやって共同作業できるのは楽しめてとてもいいですね。自分で貼りましたよ。どう？顔も見せてあげる。え、顔もサービスで見せるの？ここは何入れるとこですか？歯。歯だね。抜けたら入れれる？よし、じゃあね。先ほどはクローゼットにしまってみましたが、これならあえて見えるところに置きたいですね。はい、ということで今回は絵本のようなメモリアルケースシルムッカを紹介させていただきました。これだったら親子で長く使えて、私も子供もたまに読み返したくなるなと思いました。今なら発売記念価格で通常よりも安く購入できるそうなので、ぜひチェックしてみてください。
デザインは4種類の可愛いデザインから選ぶことができます。結構お値段がお手頃なので、自宅用はもちろんですが、出産祝いなどの贈り物にも喜んでいただけそうです。気になった方はぜひ概要欄の方を覗いてみてください。それでは最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画で会いましょう。バイバーイ。